さて、やっていこうと思います。見るやっていこうと思います。おっと、俺の声が入っちゃう、ちょっと待って。見るやっていこうと思います。おっと、俺の声が入っちゃう、ちょっと待って。見るやっていこう。よし、ちょっとね、いろんな、見るローグをね、ちょっと試してきた中で、ちょっとね、新たな局面だね、迎えたんじゃないかなと。ちょっと次のね、次世代見るローグを、ちょっと考えました。まあ、それが見る用具、見るローグプラス、ヨグサロン。これ11って入ってるけど、これ0なんだけどな。ちょっと待って、実際0だわ。まだ俺このデッキ試してないんで。アクティブなのは、これか。これをセーブと。これだね。こっからやっていこうと思います。ヨグサロンを入れました。まあもちろんね。で、その代わりに回復のやつを、0にしました。回復、3マナの回復のやつを。3マナ回復のやつは多分いらないだろうと。3マナ回復で頑張らなきゃいけないときには、もうすでに負けてるんじゃないかという考えから、3マナ回復ちゃんは0にしました。これは吉と出るか凶が出るかわかりません。やっていきます。ランク1日に10じゃねえや。ランク1日に1上げるのも気持ちいい。今日は14スタートなんで13の星2つを目指していこうと思います。ちょっと今回配信の方も、方法を変えて何勝何敗かっていうのが出るのと、あと自分が何枚かと思ってて、デッキが何枚あるかっていうのが分かるようにちょっと、修正を加えました。よろしくお願いします。背中に気をつけて。早速来たね。ドスあってもいいんじゃないかな。どうだろう。回すためにちょっとドスを入れたんだよね。でもいいか、役に立ちともねえわ。で、みんな大好きゴミレジェも入ってます、もちろん。ね、コントロールかな多分ね。アーマーは削っていきたいね、殴りは。そしてクソドローさせていきます。クソドローさせます。ここまででも相手はこいつはなんだって思ってるはずなんで、まあ、そう思わせたらまあこっちの方がいい。はい、さらにドローしていきます。まだ分かってないね、俺のデッキのコンセプトがまだ分かってないね。爆発したいのかな。ぴったりのカッチュー。ここでピカチュウが出てくると。ピカチュウは早めの処理をした方がいいんだよね。でも3点アーマーか。まあ、しゃあないかな。3点アーマー取られちゃうけど。まずドローすっか。ギャングアップ。さあ、コンボパーツ B が来た。
っそドローさせていくね。今日気合入ってるね。ゴミレジさん、ゴミレジさん今のところ全部ドローさせてるね。いいね。これで相手との俺のカード差はすでに3枚ついてる。さあ、あとは何とかしてこの先死なねえように乗り切る。どうやって乗り切るかっていう勝負だね。さあ、ここで破壊する。さあ、ドスが来たね。ぴったりのタイミングだ。そういうの待ってたぜ。ターゲットさあ、コンボパーツ B が2枚来たな。さあ、コンボパーツ B が2枚いったけど、これコンボパーツ A がないで、コンボパーツ B は全く仕事ができないから、ここでカエルが来るのを待つね。でちなみに俺、ヨグ用に大量にあの魔法カードというか、まあ、もともとたくさんあったんだけどね。ヨグで多分使えるだろうという予想で、今度はヨグサロン入ってますね。よろしくお願いします。さあ、さらにドローしていく。まだコンセプト分かってないのかな。全然 OK。 サップはこの状況では良くないな。早すぎって感じ。カードこれしか回復ないから、俺も多分こっから早いとこヨグちゃんが来るかカエルちゃんが来ないともうジージこれミッドレンジってやつなんだろうな、形としてはな。さあドローしていく。さあそのドローが一体何の意味を持つか、あんまり分かんない。ドローしたね。さあやりづらいやつでしたね。こいつサップでいいね。こいつはサップでいいわ。エリースか。ミノタンエリースだね。テンポエリースしてこう。てかテンポエリースしてこうというか、してくしかねえというか。しゃあね。斧を研ぐ時間だ。貴様の骨だ。ぴったりのカッチュウよ。ピカチュウが出てくると。さあ俺の欲しいキーカードがな。多分これかなり相当アーマー積まれても今の状況だったら多分爆散できるから、俺が死ななければっていう条件付きだけど。おーっと2ペアか。また気泡を持って2ペア辛いんだよね。ここでさすがにバニッシュは早いということで、バニッシュはまだ使いません。ここかな多分ね。ここでバニッシュしないとさすがに厳しいかな。これドローするよし、嫌な笑い方したね俺今。俺でもそういう気持ちになるよね。このドローは、このドローは気持ちのいい神ドローと言っていいね。さあナイフ来るか。ウィーハンがオベンジャスか。ここでね、本当はそろそろ来てくんないと困るんだよね。なんで2ペアになっちゃうかな。2ペアになったらさすがに用具とか関係なく何もできねえんだけどな。頼むぜ、2ペアはダメだって絶対。時間だ、貴様の骨だ。ぴったりの甲冑よ。カエルさん、ああ弱い。
カエルさん来ないとまずいんだって。でも回復いるかこれ。あー来たけどな、微妙かな。あ、これやるべきかな。お、来たか。バニッシュ来ねえか。うん、ここでバニッシュ来ないのは痛いね。決めなきゃ。こいつが1点食らってるってのがやばいんだよな。それがやばいわ。ターゲット確認。何があるんだろう。あ、終わりこれで。とりあえず1敗からのスタートなんで、敗北からのスタート。背中に気をつけて。よし、まずゴミレジで。ドルイドはな。ご主人。もっと大物を連れた。まずは短期。これはテンポであってもいいわ。これが。C が入ってる。コンボパーツ C はな、そんなに役に立たないんだけどな。グトゥグトゥグトゥ。物が恐怖をかき開き。ドルイドのレジで出てくるんじゃないかな。クトゥーは我が影なり。さっきも殴っときゃよかったな。失敗したな。俺2点ダメージ余計に食らうね。おお、そう来たか。行くわよ。
ねえな、やっぱり。ヘルス足りなくなるのかな。こっからでかいのが多分オンパレードなんだろうな。やばい、やっぱヘルス足りねえな。あ、コンボパーツ来たかな。ターゲット確認。ライトはまだあるんだよね。てかこれ動いてるか。動いてねえじゃん。この手なら。よし、始末する。行くわよ。手札が多すぎる。これ小さくするとダメなんだ。さあ、巨大軍団か。この巨大軍団をどう狩るかだよね。サンタシオン7点か。これは別に耐えれそうだけどな。次のターンぐらいでバニッシュかませやいいんだよな、多分な。一滴ぐらい生き残るだろう。どうしたものか。で、スワイプか。これは痛いね。クトゥークトゥークトゥー。さあ、ヨグが来た。秘宝を持ってるんですか。ターゲット確認。厳しそうな感じすんな。やっぱ回復ねえのつらいな。3マナの回復がやっぱいるな。ああ
言うな。俺のミルクトゥーンじゃねえや、ミルドルイドじゃねえや、ミルなんだっけ、ヨグサロン失敗か。やっぱ回復が足りねえな、圧倒的に。さて、回復が足りねえわ。回復不足だね。爆散するこれ。薬を飲むんだ。まだまだ引っ張るよ。お楽しみタイムはここからよ。ワンターン引っ張ってからのお楽しみだな。でドカーンっていくのかな、これ。許してくれ、俺を、俺のことを許してくれ。あの呼び声が聞こえるか。来い、小さき者どもよ。Let's do it。 あ、これ2回使えば死ななさそうだけどな。発展回復か。でもやった方がいいな。あー、これクトゥーンで死亡するんだ俺。終わったよ。あー、悲しいな、クトゥーンで死亡だなんて。ダメか、回復が足りねえな。ちょっと待って、サンマナの回復が明らかに足りねえわ、俺のこの今のデッキ。ちょっと待って、サンマナの回復がいるな。いや、待って、もう一回やらして。もう一回やらしてくんね。コンセプトはそんな間違ってないと思うんだけどな。もう一回やらしてくれ。俺のクトゥーン。クトゥーンじゃねえ。毎回クトゥーンって言っちゃう。ニルローグ。ウィズ。ヨグサロン。ちょっとやらして、もう一回頼む。バリーラ。カードが。今でも0勝2敗な。なんとかな。力なり。背中に気をつけて。ブランさんは違うっしょ。クトゥーンであんだけ綺麗にやってもヨグちゃん来るんだよね。少なくともクトゥーンじゃねえ、ヨグちゃんがね、生きてればね、若干違ったと思うんだけどね。さあ、コンボパーツ B が来た。こいつは絶対殺さなきゃいけないよね。こいつにサップでいいのかな。いやー、サップではねえな。こいつにこれ使ってもいいのかな。どうなんだろう。いいでしょ。ヨグいいと思うんだけどな。違うのかな、やっぱり。俺これで今日ものすごい勝つぞと思って、
思ったんだけどな。全然だね。頼む、カドガーさん。やっぱ回復必要だな、もうこの時点で3点か。やっぱ ああいう時にやっぱ常に俺今まで回復してたから生き残ったのかな。この時間か。こいつこう言うんだ。こいつは殴れないんだよね。ちょっと痛すぎて。どっちかな。こいつ殴る度胸ねえな。フェイスにも刺さる。ああ、キャラクターだから刺さるのか、そういうこと？え、あれキャラクターなの？あ、キャラクターか、これ刺さるね、じゃあ。多分。そういうことなら刺さるでしょ。これミラーエンティティかな？ミラーエンティティこいつにここでしてもらってもしゃーないんだよね。いや、でもミラーエンティティしてもらうか？それともこれ何、あ、でもこいつをなんか残しとくとなんかいいことないよね。一緒にやろうぜ、俺と一緒にさ、俺と一緒に出さないか、コールドライト。共に俺とドローし合わないか。なあ、カドが俺と一緒にドローしようぜ。俺と一緒にドロー祭りしよう。カドがよ。どうだよ、そういうのって。楽しくねえか。俺と一緒にドロー祭りしようっつったじゃねえかよ。なんてやつだ。ガード打ち？急に？バレてんじゃん、もう。早くもバレたね。早っって感じだけど。まあ、それもよしだな。死ぬか、これ、俺。よし、ファイブそこに打ったのすげえでけえ。そこにファイブをでけえ。おう。
っからスペルダメージできそうだな、なんか。もうスペルダメージでこれ、俺の多分点数いっちゃうでしょ、これ。14点ぐらいまで。でも、5一応2発使ってるから。でもこれもヨグでしょ、どうせ相手も。あ、いや、帰ってもらおう。どんな秘密が待っとるんかい。何これ。何使うの？あれが欲しい。わかる。まあこれで5を着てたりすんのかな。これ俺も爆発する？これ俺も爆発するのかな。俺が爆発するってのはちょっと嫌だけど、1,2,3,4,5,6,7,8 枚でしょ。で、帰ってくるのが3枚か。ということだから、これカード捨てなきゃダメか。じゃあ、これを。それは対象にできないわ。誰でもいいんだよね、別に。で、ブランさん。お、これじゃね。爆散！手札が多すぎる。これ勝てねえんだけど多分。これ多分勝てねえわ。多分っていうかすげえ高い確率で勝てねえんだけど。これどうしたらいい。これヨグ出すしかねえの。またやっぱ体力ねえな。体力がねえわ。これも1枚燃やされた。体力が全然ねえわこいつ。基礎体力がねえ。これ次のターン俺生き残れんのが。ああやっぱり必要なんだな。ヨグで回復する。ここした方がいいのか。どの手で行くか。なんか最近ヨグゲーになってきてんな。まあいいっけ。おっストライク。あらあらららら。お見事。あら。決めなきゃ。やっぱヨグじゃねえ。てか回復が足りねえんだ多分俺。ヨグ俺試したけど回復が多分足りないわ。ヨグとかじゃなくて、だって回復が明らかに足りないから。お前もやりたいだけじゃんそれ。え、殴るモーションが見えた剣。ブラン、これカエルさんまだいる？いるよね。あー、カエルが来なかったか。カエルが来たらまだ分かんなかったんだけどな。こうしないよ。うん。ちょっと待って、回復が足りねえわ。ちょっと分かった分かった。せっかく俺上げてきたのにランク下がっちまってんな。回復が足りねえ。できるだけミニオン減らしたを減らそうと思ったんだけど。
にいる。あいつなんて名前？今日まともに見る一回もしてないんだけど。まともに見るしてねえよ。ダメだろそんなの。あれこれって、待って、更新されてる？更新されてないね。更新されたね。よし、これでいこう。俺これ強いと思ったんだけどな、俺。めっちゃ考えたんだけどな、今日昼飯とか食べながら。この手はありやな、だったんだけど、回復がやっぱ足りねえわ。わかった。回復入れりゃこっちのもんや。見えた。犬、いいね。この名前好きだぞ。あ、このセットはいいんじゃない？でも、メイジか、テンポかな、なんだろうな。Vanish。ちょっと待ってよ。今日は絶対これいいと思ったんだけどな。違うんだな、やっぱりな。お、コンポパーツだ。じゃあ3点出せるんだよね。相手金ピカじゃねえかよ。降参か。次のターン何もしないムーブがいいんだけど。相手もヒロパか。ジェイナさんのとこって雨降ってんだな、かわいそうに。魔法をかけましょう。さあコンボパーツ来たね。コンボパーツ A とコンボパーツ B が来た。揃ったね。役者は揃った。なんや、サプスぞ、でかいやつだったら。秘宝を持ってるんですか。おほっと、それはまずいな。ちょっとサップできないこいつは。さすがの、さすがの場合も。おお、やばいやばいやばい。やばいな。でもこのターンにこいつサップ絶対ダメでしょ。ドローする？これ出して。ウィーハンガーオベンジャーする？動きが超弱い。ヒロパで蹴散らしてくる。ヒロパで蹴散らしてくる。ナイフか。まずはコンボパーツの回収。これが一番必要だから。またヨグでしょこれ。ヨグ、あー、うっとうしいの来てる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 。あー、やばいですね、やばいですね。これ
出せば回復、満タン回復なんだよね。これ出して満タン回復する？満タン回復してもその後さらにこれスペル食らうんだよな。うん、でもまあ満タン回復するか。ここでバニッシュする？早いよ。倒していくの？嘘でしょ。いや、トレードしてよ、トレードしてよ。何何、思わせぶりだな。グナロスに支えられしは絶対このターンで殺さなきゃいけない気がするんだよな。うん、殺さなきゃいけねえよな。殺さないって通用しないよね。通用しないよね。そういう優しい世界じゃないよな。決めなきゃ。カエルさん、カエルさん来てくれ。カエルさん。おう。ブランする？まあこれ生き残ったら奇跡が起こるからな。どんな絶対ねえけどな。ラットベーグルか。なんで俺テンポブランなんてしたんだバカな真似を。絶対違うじゃん。まあいいか。絶対違うな。絶対こっちだな。ゴミレジ出すべきだったな。わしの助けがいる。テンテンロリレンテン。ほら見ろ。ああ、倒せねえし、相手のドローいっぱいになんねえし。どうしようもないやつじゃん。なあ。どうしようもないやつでしょ。魔法をいっぱい食らうだけかな。ほら見ろ。ほら見ろ。ほら見ろ。降参よ。やべえ、今日勝ってね。こんなに俺一気にランク上がったのに、俺このデッキ強いと思ったのに、今日待って、待って何連敗してんの？なんか4連敗してるんじゃないか。04、0% って書いてあるわ。
なるほどね。なるほどですね。なるほど、なるほど。なるほど。ちょっと待ってよ。背中に気をつけて。俺は本気で勝ちたくてこのデッキ作ったんだ。そんなはずないんだよ。OK、コンボパーツ A が来た。あとコンボパーツ B と C が来れば勝てる。ちょっとな、フェイスにガンガン打たれるとな。辛いなぁ。これはまあこれ3点で使いたいから しばらくはお休みだな。あなたがご主人か。殺してっかこいつ。殺してっか。復讐。哀れなのぬ。おコンボパーツ A とコンボパーツ B が来た。早くもこれが殴りたくね。来た来た、いいの来た。これ普通は殴るわ、そいつは殴ります。秘宝を持ってるんですか。レイグルさんどうやって工面したの？今まで、あったじゃん。ほら、アドベンチャーパックあったじゃん。今を使、ワイルドで使えなくなったやつ。ワイルドじゃない、スタンダードで使えなくなったやつを、すべて砕きました。このデッキを作る。この高額。このデッキは、地味に超高額デッキなんで。それで作りました。私の、なんだっけか、強いミニオンを、倒して、デルチャーとかを砕いて、俺のデルチャーはゴミレジに変わった。そして俺のかわいいかわいいベルチャーが生まれ変わった。ゴミレジとなって、いい話だろ。ん、なんでこいつがこんなの持ってるんだ。焼けるけどどうすっかな。シャカシャカシャカシャンっていうのがあれば別に俺も。バニッシュ取っとかなきゃいけないよな、これな。あなたがご主人。バニッシュ来てくれ。作業に戻れ。なんだろうこれ、クトゥルンなんだ。なんか変わったデッキだね。どうすっかな。だよね、わかるわかる。まだここで、バニッシュ、まだここでじゃなくて、バニッシュねえじゃん。驚愕の、バニッシュなし。あっていいだろ、そろそろ。
何枚やんの今。18分の5枚か。3分の1で来るな、カエルが。来いよ。から殺していく。アーマー稼いでいく。ターゲット確認。キーカード2枚使ってんだもんね。いや待てよ、焦るな。俺はここで焦ったら負ける。焦んない焦んない、大丈夫、落ち着いていけば勝てるから。落ち着いていけば勝てる。でサップして、サップしたら死ぬよね。サップ、もっと大物を連れた。決めなきゃ。我は目覚めし。ゴールが来たぞ。よっしゃ、よし。これ俺のカード燃えるよな、これやるとな。3、3、燃えねえか。ギリセーフか。どうしたらいい？助けなくてもちょっとね。俺はまだカードいっぱいあるだろ。目覚めし。作動しろ、そういう時に。ベイグルちゃん、
ここでヨグとかやりたいけど、それは、自分自らゲームをしてるプレイになるので、ヨグはしません。今何点食らったのこいつ。5点でしょ。だから次のターン6、7、8食らうから。6、7、8でしょ。そうだね。ぴったりの甲冑よ。はい、甲冑。今日やっとやっと一緒に気をつけて。でも今のところ、5勝1敗ゴミスコアですが、よろしくお願いします。アグシャーか？もしかして。これミッドレンジシャーマン、今一番テンポストームで一番強いと言われているミッドレンジシャーマンにはこの時勝てます、ちなみに。光が守ってくれ。おっと、ところが、ところがどっこいアグロシャーマンには勝てません。アグロシャーマンには、天と地がひっくり返っても勝てません。もう本当はここで爆散したい気持ちだけど、まだ、ちょっとね、ちょっとだけやります。アグシャーには勝てねえって分かってんだけどな。もうこれ明らかなアグシャーじゃん。もう超嫌なんだけど。帰りてこのファッキンアグロシャーマンマジでやだ。これ出したかと思ってももうダメでしょこれ。クソ強引なプレイな。セカンドすんなよ、セカンド。まあ、あいつ残したら死ぬだろ。やめろ。進化させようとしてる。それ何？進化じゃないよね。絶対進化シャーじゃないもんね。突っ込んでて戦いこのクソ虫どもかこれ。多分そうだね。突っ込んでて戦いこのクソ虫どもだ。
辛いね、このゲームは。このゲームってどうしてこんな辛いんだろう。とりあえず取ろう。あー、なんつうか順番がね、嫌われちまってんな。終わったよ。きっといろいろと嫌われてるんだろうな。次回復できると、でも大回復や、次のターンに。おお、支えてくる叩くの早ない。さっきから2点ずっと食らってんの痛いんだけど、そろそろ痛い。ここ生き残れんのか俺。ああ、それサップする？サップできねえよな。だからいやいや、そうじゃないそうじゃない。テンポ SI してこれ、ないしはこれやってこれ、これやってこれか。あ、そうだね、これやってこれが一番強いな、次のターン。ターゲット確認。もう遅いって、ちょい遅。いや、まあアグシャーはダメだな。でもな、アグシャーは勝てねえわ、強すぎ。え、ミッドレンジだった？嘘でしょ？そういうこと、俺アグシャーだとばっかり思ったけど、これミッドレンジなんや。折半ね。ウィー・ハンガー・オベンジャースがいる。こいつ殺さねえと永久にでかくされていくんだよね。でもこいつ殺せないんだよね、どう頑張っても。どう頑張っても殺せないでしょ。あー、どう頑張っても殺せねえタイプか。ほんと嫌いだわこういうの。ダメだ、焼き尽くせもしねえ。もう何、お願いマーロックまあかんやつやん。こういう時になったらお前調子乗っていっぱい来やがって、バカタレ、カバチタレ、マジカバチタレ、マジカバチタレ。もう全員帰るか。もうバクさん終わったよ。もう倒せねえよ。くそ、ミッドレンジには勝てると自負してたのに。相手がなんかアグロ系のミニオンが入りすぎたわ、手に。最初から止められなかったな、相手のアグロを。相手のアグレッシブさを俺は何も止められなかった。俺にはウェルダンがふさわしい。すごい、でも6枚立ちたらまあ大型ジジイだしな。何ができるんだよ。ウィーハンガーオベンジャーズ終わったよ。8点12点、ほとんど死んだな。
セカンドバニッシュがあるのか。待て待て、よく見たらトログ最強、そういうことか、セカンドバニッシュは来てるんだな。ふぅ、セカバニがあって、あー、セカバニはあるけど、しかも俺のカード少ないんだけど、クソワロだ。これ使ってねえからだ。もうエアカードもう俺にはウェルダンがふさわしい。もう終わってるんや。もう君の勝ちなんやで。みんな薄々気づいてるけど、もう君の勝ちなんや。手札が多すぎる。おおおお、ヨグさん。1枚ね。この手なら我は目覚めしほど。いや、ヨグなんかいらんかったんや。いけるで。ミッドレンジシャーマン。打倒ミッドレンジシャーマン。打倒テンポストーム。はてさて。5で死ぬやつ、ヨロ。5で死ぬやつでヨロ。5で死ぬやつでヨロって言っただよ。痛いよね。熱くなってきたぞ。かわせ。回復当店だ。おお、全部出してきた。出し切っていく。もうフェイスは狙わないスタンス。なんで俺のカードねえんだよ。俺の方がねえじゃねえかよ。クソ腹立つわこれ。お見事。カードが尽きるぞ。もう俺回復ないの。交換よ。ファック。分かってる。回復が足りねえのかな。シャドキャスがいらねえのかな。シャドキャス。シャドキャスもう一枚カルトの薬師にするか。いや、もう一回やろう。一生5敗。とんでもねえ低勝率だな。嘘だろ、俺今日これ勝てると思ってやってたんだけどな。ほんと悲しいな。
バリーラ VS ゴーダン、お前の魂は我がものとなろう。背中に気をつけて。誰だっけ、ゴロか。ゴロだったらこれ議員用にこれ欲しいんだよね。この辺はゴロは普通に多分俺はあのボードコントロール取れるから、間違いなく俺がボードコントロール取るから。あ、レノかレノレノか。おーっと、レノくせえな。多分次のことやることねえだろ、殴ろう。レノちゃんだね、多分。わみくろやめろ。これ議員に取っといた方がいいかな。こっちは議員いるのかな。まあ5点ダメージって結構大事だからな。取っとくか。いやでもこれまだ、これでもあれだよね、銃ではなさそうだよね多分だけど、なんだろうな。議員出てくるのかな。これでもマリガン事故ってんのかな。ローツベにちゃんとコメントがついてる。ヨーツベのミニコマ、あー絶対そうだな。これレノちゃんっぽいね。レノちゃんベイビーだね多分ね。どんな秘密が待っとるんかい。持ってるんですか。よし、始末する。行くわよ。うわ、困ったらより違うんだよ。このデッキ優勝見てくれ、俺の話聞いてくれ。結局今日は全く1勝5敗のゴミ成績だけど、このデッキを見れば分かる通り、見れば分かる通り、すごく多いんだってスペルが。影隠れ、視覚からの差し、段取り。困ったらというよりは、まあこれが最前提じゃないかなと。
したくねえけどテンポブラン。どんな秘密が。そうテンポブラン行こう。待っとるんかい。やだテンポブラン、来てくれよ、何か俺に力をくれ、力を。シャドウキャスター来ないかな。シャドウキャスターブランに使うと結構楽しいことが起こるんだけどな。あ、ワンちゃん、何がしたいんだ俺は。このデッキで、このデッキは一体何なんだ俺は一体何がしたいんだ。これほんとヨグが来るか、カエルが来なかったらこれドローできねえからさ、頼むわ。カエル来る可能性、しかもまだ何18分の2でも見とかな、これ来ねえだろこれ。どの手で行くわよ。何にもできません私何もできません。このターンマックス23に屈する予感。負けたことねえのにズーに、ズーに負けんのかよ。やだ、ズーに負けたくねえ。1枚でもカエルが来ればもう俺の勝ちなんだけどな、確定的に、確定的に俺の勝ちなんだけど。バニッシュしろってかこれ、この状況でくっそつまんねえな、どうすんのこれ。ここでバニッシュ、バニッシュ、あ俺早いな、さすがに早い気がすんな。ブランキープ。もうヨグ来てくれ。もうヨグでいい、次のターン。次のターンヨグでいい。やれることがありません。カエルさん、マーロックなし、マーロックなき世界で私は無能です。もうヨグさんお願いします。ヨグさん。それか相手めっちゃ並んだらもうバニッシュするわ。なんでお前こんないっぱいドローしてんだよ。おかしいだろ。なんかあるだろ。頑張ってるよな、俺な。そうだよな。頼むわ。ちょっと、ほんと、頼む。感が尽きる。出てけ、出てけ。この新薬は吸引が足りない。全然出してこねえじゃねえか。俺が何かやろうと思ってるか知らねえけど、何にもねえからな。勘違いすんなよ、お前バカタレ。こっちは何にもねえんだぞ。
テンポブランとかもしねえかんな。もうなんかやろうとしてるって思ってるかもしれないけど、12枚一気に焼き殺せる？殺せねえよ。次のターン、タイさん使うわ。アルガス、この盾はアルガスのためでん。あー、これね。あー、死んじゃいね。ワン、ツー。うん、次のターン、リーサルなんだよね。俺も知ってんだわ、それリーサルになりうるって。秘密が待ってるかい。お前マジで来いよ、マーロック。来なかったら承知しねえからな。マーロック来てくれ。それがこれでヨグだ。ヨグの、ダブル。よし、ダブルヨグでもいい。ダブルマーロックでもダブルヨグでもいい。見してくれ。見してやれよ、お前の気合を。次のターンでお前の気合ってやつを見してやれ。いけるよな。サップあるまだ俺。サップは、サップは、サップはまだ1枚あるね。この深夜の気に入るんですか。いいね。クー！サプリーノ。そして戦いこのウジ虫どもでこれ殺されるんでしょ。どうする。これお家持って帰るか放置するかっていうのは微妙だよね。まあ、絶対殺されるから、絶対殺されるっていう風に読んで持って帰るか。まだ可能性としては、次にカエルさんが来れば、カエルさん来れば1-3-3でカード合計で12枚削れるから、 1-3-3 のコンボで、あ、いかねえじゃん。でも1-3-3いけるな。1出して、これ出し、1出して、カエルさん出して、段取りして、集合の合図して、で、さらにカエルカエル。よし、勝った。見えた。俺の勝ち筋。確かな勝ち筋が見えたね。確かな勝ち筋ってやつが見えた。来い、カエル。カエルだよな。死に申した。突っ込んでて戦え、この内部主人ですよね。ですよね。ちょっと待ってくれよ。なんでじゃあ、そうか。俺昨日めっちゃ勝って一気にランクが16から14まで上がったんだけどさ、思ってみればね、昨日は安藤にめっちゃ当たったんだね。安藤と多分3回ぐらい当たったから、安藤だったから勝ってたのかな、相手が。安藤しか勝てないのかな、そういうことかな。そうだね、昨日は安藤ボコボコにしたんだけどな。ちょっと。バリーラバーサス、ちょっとやっぱり安藤だな。ああ、狩られたくねえ。超狩られたくねえけど、狩られるんだよな、俺。で、これ、テンポカードで、これが。影が来ればいいや。マジ安藤キラーだからさ、俺。安藤と言ったら、安藤来るって言ったら俺に任せてくれっていう、それぐらいの自信はあるんだけど、それ以外はね。今度で戦え、この内部士。あ、てめえ。しかもこれ、相手のテンポ系のデッキに関して、これはテンポじゃないわ。多分フェイス系のデッキに関してこれを出すっていうのはかなり危険な行動にしか見えねえけど、大丈夫かな。これはかなり危険な行動に入ると思うけど、いけるかな。
うわこれ生き残るかな、どうかな、生き残るよね多分ね。お前なら残れるよな、残れよ、死んでもいいわ、生き残れ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 、ああ生きる。暗黒ベーグルさんは復活しました。あの闇の世界から俺が取り戻した。こいつまだ使える。あのベイちゃんはね、あのまだまだいけるなっていう。これが来たか。おお、これが来たか。マグロする必要ある？多分ないよね。トレードしてくんね、お前。お前死んでもいいから、トレードしてくれ。ああ、くそうぜ。ハンクー。マジハントゥーで、これ何、これファイヤートラップ、これ燃えちゃう系。どの手でいくか。フリーズかな。いやでも絶対これ燃えるやつだよね。行くわよ。これ叩く必要あんのか。これ叩く必要ないんだよね。蛇はな。普通になんかボコられるんだけど、フェイス来るよね、そりゃね。そうだよね、そりゃそうだよね。ターゲット確認。俺フェイス撃たれ続けて死ぬんだけど。黒人型ご心配ですよ。人間隊が発生感じました。よし、始末する。大方死んでるんだけど俺。いや大方っていうか、なんだろう、全面的に死んでるね。感謝。降参よ。強すぎバロタ。一回しか見るしてねえし、はあ、おい安藤来てくれ、俺を慰めてくれ安藤。俺には安藤しかいねえんだよ。バリーラバーサスウーサー、ンゾスパラかな。我名を持って戦う。背中に気をつけて。ンゾパラこれ。ちょっと待って、俺、ちょっとね、マーロク引きに行くわ。ダメだ、そんな考え方ダメダメ。マーロク引きに行く。いいじゃん、強そうだなっていう、そういう考えじゃダメだ。マーロク引きに行くんだ、俺は愚直に、マーロクだ。何アグロ、シクレ。もうシクレは死んだが。
込んでて戦え。アグロ、アグロでした。怖いものなどないよ。はい、アグロ。ネズミ以外もっと大物を連れた。これドローさせたら、しかもこいつ絶対ダメなやつじゃん。危険すぐる。はて、悩むな悩むな。テンポブランとかしたくねえんだけど、もう勘弁してくれ、許してくれ、俺のこと、この罪から解放してくれ。テンポブランはもう嫌なんじゃん。光が守ってくれます。ガシャンって剣装備するやつかな。しつこいな。なんか取っとく、こいつ。フェイスで殴ってってもいいの。いや、よくねえよ。こいつ死んでドローして、これか。うん、その方が良さそうだな。ちょっとドローしたい。カードいくら。ああ、君か。もうよくわかんねえけど、こいつ出しとくか。どんな秘密が待っとるんかい。からのインチキソードやめろよ。インチキソード出たら本当に悲しくなる。やめろ、インチキソード。立ち入り禁止だ、光れ。からの、俺これしたいんだけど、ちょっと待って。指一本触れさせる。あー、そういうことする。あー、やりてえことあるんだけどな。でもこれ絶対殺さなきゃいけないよ、ボタンで。あ、これが来るんだったら。絶対の1マナ並べてくる、あのクソ野郎いるから、そのクソ野郎がこれな。あのクソ野郎用に取っとこう。剣山、我が盾はアルガスのために。アルガス来た。さあ、じゃあこの子を増やそうかな。影が招いてる。はてなプレイやな。なんて言っていいかわかんないけど、はてなプレイやな。歴史にやってまい。終わったよ。戻せばええねん。せやな。これを一体どれだけこいつらを増やしてきたって、そういうゲームに変わってきたね。なんていうか、そういうゲームに変わってきた。どれだけこいつらを戻していくか、そういうゲームに変わってきた。そしたらブラン何体作ろうかな。ブラン作っちゃおうかな。もう嫌なんだけど、そういうのがやりたいんじゃないんだよ。違うんだよ、俺がやりたいのは。許してくれ、本当に。俺のこと許してくれ。そうじゃないんだ。許してくれ、本当に。どんな秘密が待っとるんかい。
影が招いてる。何がしたいの俺は。俺は一体何がしたいんだ。俺は一体何と戦ってるんだ。俺は戦ってるのか。もしかして何がしたいんだ。何と戦ってるんだ。そして、崩壊しそうなんだけど俺の頭が。こいつブランさんを増やすってこと言って俺に何のメリットがあるんだよ。ねえだろもう、もはや。まあ回復できるけどさ、超回復できるけど、もはやでっていう世界なんだよ。そうじゃねえんだよ俺がしたいのは。ちなみにナイフは相手が本当にマジでクッソ並ぶまで待ってるわ。なんか起こるのかな、これ集めると。これなんか俺ボーナスゲームが発生するのかな。どんな秘密が待っとるかい。あ、順番逆だったね。これ何。ハテナプレイしか俺もできねえんだけど。俺ができるのもハテナプレイしかねえ。相手は8枚、俺は15枚。見るしたいけど、見るもできねえ。ははっ。だから俺はブランをどんだけ回せばいいんだ。相手横に並ばせるしかないんでしょ、多分。考えろ。一輪型、ご心配に。兵隊が馳せさんじましたぞ。そういった意味では、まあまあ、相手も。あなたはアルガスのために。アルガス。私は一体何をするべきでしょうか。どの手で行くか。これ相手も一体何なんだろうなって思ってんだろうな。いや俺も思ってんだけどな。お前だけじゃねえかんな。俺だって一体どうしたらいいんだろうってずっと思ってる。ずっと思ってる。怖いものなどない。やれることがないんだよ本当に。光が守って本当にそうなんだよ。分かってくれよマジで。やれることがねえんだよ。大回復するしかねえじゃんこんなの。どんな秘密が待ってるの。グッバイブロ。何なんだよこのゲームは。このゲームは何なんだよ。お前だけじゃないからな本当に。俺だって思ってるからな。何なんだよって。光が守ってくる。俺も好きでやってるわけじゃないんだからな。付き合いよ。でも俺に付き合いよ最後まで。お前付き合わせっからな。行けるとこまで行くかんな。デッキで。ただいま剣山。怖いものなどないわ。ネズミ。じゃカエル来てくれ。マジ。本気とかいてマジ。本気とかいてマジだから来てくれカエル。エリーズ。エリーズ。
これエリーズからのバニッシュ、またそれともこれ耐えられんのかな、これ。次のターン2点、3点、5点、8点、10点、全然耐えられそうだな。希望持ってるんですか。耐えれるわ。2枚入れればよかった。いや2枚入れたらカエル来る可能性下がるもんな。でブランもう1枚もういらないんじゃね。これ出していいでしょ。お前いらねえわ。どんな秘密が待っとるの。お前ちょっと食らってくれ、ダメージを。俺の代わりにお前ダメージ食らえ。吸収しろ俺のために。さすがにここから一気にリーサルまで持ってこれねえな。なさそうだね。いいよ、ちょっとゆっくりやろう。ゆっくりやろう。急ぐな、急ぐな。アフェちゃか、アフェちゃか。俺のキーカードが整うまで待て、お前も。てか、俺と一緒に待ってくれないか。もう少し。もう少し待とう。俺と一緒にな。お前、ブランがなくなる。ただいま剣山。ここね、超回復。バニッシュするか、超回復するか。6に1224点回復37。どの手で行くか。どんな秘密が待っとるかい。相手もうんざりしてんだろうな。あーダリーって思ってんだろうな。わかるよわかるよ。俺だってダリーよ、言っとくけど。来てくれ、もう夜でも何でもいいから来てくれもう頼む、許してくれ。俺を許してくれ。許してくれないか、そろそろ。ほんと引けねえな。黄金のサリエの地図でもいいわ、もうこのサリエ。剣があるんだよ。ただいま剣山。やめてよ。ワン、フォー、オッケー。インタレスティング。インタレスティング。さあ次こなかったらおしまい。次こなかったらおしまい。ヨグかヨグかカエルが、カエルが来なかったらもうおじいじ。今日何、一勝七敗なの。嘘だろ。ご婦人方、ご心配せよ。兵隊が馳せ参じましたぞ。光が守ってくれます。我が盾はアルガスのために。もうヨグしかねえ。もうヨグ以外俺に勝ち目がねえ。ヨグ来い、ヨグ。確認。さああと4点出せんのか。ヨグでもダメだろこれ。もう来ない。もうなんで俺、やっぱ安藤じゃなきゃ勝てねえのかな本当に。2点。さあさらに2点ある。ないね。よし、まだ1点、まだ1点ある。まだヨグの、ヨグの出番あるね。ヨグの出番ある、あるある。え、ただいま剣山。いいよ。ただいま剣山。ただいま剣山。ヨグ、ヨグ。やばい、今日2つもランク落としてる。今日俺目標は14までいくとこだったんだけど、まずすぎるね。ちょっと待って。
ちょっと、なのはちょっとだけ辛いね。ちょっとだけ辛いね。回復も入れたし、ちょっと辛いね。バンリエラ。でも泣いてねえからな。まだ俺いけ。いやー、マルフか。自然を守らねばな。宮川か。宮川マルフに勝てんのか。違う違う、もうだって俺もうダメダメダメ。もうディフェンシブにちゃダメ。カエルが来なかったら意味ない。もうカエル引こ、カエル引きに行こう。おいや、コンボパーツ B が来た。でもカエルがなかったらダメなんだって。もうダメなんだって、カエルじゃなきゃ。難しいなぁ。俺上手くなったと思ったんだけどな、やっぱり錯覚だったんだな。昨日本当に勝ちまくってたから、俺めっちゃ上手いじゃんと思ったんだけど、違ったんだな。運が良かったんだな。今になってよかったわ。ただただ運が良かった。でもいや、今回は思い出サロンもできるし、よしにするわ。とりあえず思い出サロンまで生き残ることを目標に頑張ろう。俺は思い出残したいから。俺思い出残したいタイプだから。うわー、テンポで出すのかな。なんか出して、なんか何でもいいから出して、その方が多分俺にとっていい。クトゥーンはなんとかうんちゃらでしょ、どうせ。うん、いや、それも嫌なんだけどな。あなたがご主人。サップする相手じゃねえし、何にもできねえし。いいわよ。目覚めし。無駄かい。ああ、つれ。やることがねえってつれ。やっぱ安藤じゃなきゃダメなんだよ。安藤、この時間安藤いねえのかな。安藤うちに来てくんねえかな。大事な我に。何、クリスタルの方、クリスタルの方か。ちょっと辛いね。うわー、こいつサップできねえしさ、どうすんのこれ。こいつサップしたらダメなやつでしょ。これ殴ったら次の段ヒロパでこれ死ぬんでしょ。あー、辛いな。人生山しかねえな。ほんと辛えわ。まあこれ倒して、倒して、出して戻して、か？どの手で行くか。ゴミ手だな。分かっている。倒して、何だそれ、出して戻してとか、マジでゴムプレートしか思えねえな。この次の段俺やれることないんだよね。サップか、サップあるかな、サップあるか。行くわよ。これ戻す？いや戻さないよね。で次の段サッププラスこれ、サップできるやつお願い。あ、それサップできないやつよ。まあ、広場。あ、いいね。いいねじゃねえよ。よくねえよ。どうすんだよ、俺。これ何？こいつ増やす？空のマナクリスタル1個もらおっか。もらってもなぁ。サップもできねえし。こいついる？こいついらねえよなぁ。これ1枚しか回復ない気がするんだけど。どの手で行くか。必死になってこいつ倒してくんのか。こいつサップできねえもん。じゃあこれギャングアップすんのこいつに。いやー、それも無理だわ。それも無理だわ。薬を飲む。ダメだ、できねえことが多すぎる。
トゥーン、クトゥーン、クトゥーン。これフェイス来そうだな。あの呼び声が聞こえるか。なんか嫌な予感がするぞ。来るよね。お前はもう負けている。なんだと。飲み込め。まだわかんねえだろ。なぜなら俺にはステップがいるからな。ニヤリ。マナが足りないわ。ちょっと待って、あるだろ。あるある、うん、ターゲット確認。お前は回復のために俺が特別選抜として持って帰る。今回に限り特別選抜だ。お前はヨグがいるから平気平気。せやな。魂の宴始めよ。カード何枚あんだ。7枚だな。先物どもよ。7枚か。7枚じゃちょっとあれやな。ナイス処理。手札が多すぎる。勘弁してくれ。俺の手札も燃えるんだよね、これ。俺の手札強いのは燃えるよね。10枚になってる。イニシエのものかな。闇アラゴンはね。はいはいはい、私のカードも燃えますね。はいはい。手札が多すぎるわ。それは分かってんだけど、でもこれ満タンにしてからじゃないとこれぶっ飛ばせねえから、3いらねえから、いらねえやつ出すか。先にいらねえやつ、相手も多分並ばねえな。この手なら。いや、ここは SI か。いや、これか。3、バイ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 ブロ。これで OK。 手札が多すぎる。バイバイブロして、ほんでまだもう一枚サップあるね。クトゥーン、クトゥーン、クトゥーン。どこを攻めましょう。あなたがご主人さん。希望はまやかしにすぎん。待て待て待て、ちょ待てよ、ちょ待てよ。どうすればいい。俺はカエルさんいる。カエルさんいない。バニッシュある。バニッシュある。この手ならシャドキャスからの回復でもいい気がするな。それとももう次のターン、もう、ヨグ使うこと前提で、全部使ってくる。この手なら。それもありだな。あ、順番。順番考えろって。ふん、ターゲット確認。渋っていくぜ。俺はしぶといぞ。ギリギリになるまでいくかな。
まだこれ粘れそうだ気もするけど、でも相手がもうクトゥーン砲撃ってきたら俺死ぬ可能性あるんだよね。どの手で相手のクトゥーンいくつ今、はい、クトゥーン計算しよう。相手のクトゥーン何点今。20点。まだこれだったら死なないで済むな。この手なら決めなきゃ。もっと大物を連れたわ。影が招いてるよ。もっと大物を連れたわ。手札が多すぎる。我は目覚めし者。手札が多すぎる。クソファッキンプレイ続けてやる。絶対に諦めねえ。ファックプレイ。し、いける。直接盤面に打ち出すようなやつはないだろ。 Alright, that's fine. That's fine. お前はデッキに裏切られた。ちょ、待て、裏切ってねえよ、まだ。これ行くか、ここは。もう行くしかねえ気がすんな。行くか、これ。待てよ。バニッシュ、俺はまだある。ちょっとバニッシュ計算。バニッシュある。バニッシュ、なし。こいつらを返す方法なし。That's it! すっくな。もっといっぱい使ったよね、これ。始まるのだ。クトゥーン復活しちゃった。草生えるわ。クトゥーン復活とか、面白い。どんな秘密が待っとるかい。来てしまった。手札が多すぎる。ああ、倒せねえか。決めなきゃ。血残しだったら俺死ぬのか。まあ、でもヒールすれば話が変わるのか。夢見るままに待
ジータルの終わりだ。あーっと、ないじゃん、ドローするやつ。ドローしするやつがいないじゃん。来い。これでもカードがなくなったわ。勝った勝った勝った。カードがなくなるわ。勝ってない。決めなきゃ。いや、勝った勝った勝ったのか。ぴったりじゃねえかよ。なんという、お見事ね。いやー、よーし、よーし、初めてドロイドに勝った。今やっと何、何勝、今2勝8敗、勝率 20%、 ゴミすぎ。まあいいわ。